蝶が近くの百姓の家におります。野営の場所を聞いてみましょう。幼い頃には憧れてきたお侍様と肩を並べるとは恐れ多いこと。太刀も馬も扱えるではないか。私の村は幾度となく海賊どもに襲われ、父も母も殺されてしまいました。身を守る術はそれから苦労して磨いたこの剣の腕、役に立つといいのですが。我流の武士といい、あれは火事か。あの家から。猛虎だ。野営も探し当てるぞ。もっと早く来ていれば。まだ救える命はある。あの音、野営が見つかったやもな。助けに行かなくては。お急ぎください。待て。いい子だね。食えぬ者もいる。ならば敵を撃つまで。戦の前は心を静めろ。待て。焦りは禁物と申したであろう。あなたは腹が立たないのですか。武士の刀は己を映す鏡だ。怒りに飲まれれば切れ味も鈍る。なるほど。故郷に戻り、心の御し方を学びます。それでよい。だが戒めを忘れず抗い続けろ。
そういたします。